足主の金、そこに待っていたのは小人の存在だった。ついに捕まえました。回れ回れしな金。しな金 TV。 イエーイ。本日も小人を捕まえていこうと思うんですけど、今回はかなり自信があります。なんとすごい武器を手に入れたんですよ。それを使って今回は小人をおびき寄せようと思います。これです。押すと音が鳴ります。これでね、もし捕まえられなかったら、今日祭りをやってるので子供にくじを引かせてあげたいと思います。これで小人が来るといいですね。捕まえたいと思います。祭りにやってきました。見てきましたね。美味しそうな屋台がいっぱいありますね。あれも食べたいですね。小人がいるかもしれません。4年ぶりの開催らしいんですけど、もっと長く感じるくらい待ちましたね。4年前はまだ YouTube とかやってなかったんですけど、時間とお金があれば挑戦したいとは思っていました。ここに来て何かに気づいたようだった。時間がない、お金がないとか言って何も挑戦しない人は、たとえ時間やお金があっても何もできないし、何もしない。挑戦できる人はどんな状況でも挑戦するし、やらない理由なんかを探さない、そう思うんですよね。彼は一体何が言いたいのだろうか。まあ要約すると、しな金 TV チャンネル登録よろしくお願いいたします。グッドボタンもよろしくお願いいたします。やかましい。早く小人を捕まえてきてほしい、そう思った。仕掛けていた罠に小人が集まっていたのであった。ああ、小人、ついに小人が来ましたね。これはバイブスマダラですね。音楽が大好きな小人です。ついにやりました。やりましたよ。捕まえました。あれ、思わず手から小人を落としたのであった。まだそんなに遠くに行けないはずだ。ちょっと待って、いない。逃げられました。約束通り子供にくじを引かせるのであった。惜しくも今回また小人に逃げられてしまいました。もしみんながいいって言うなら、もう一度だけチャンスをください。次は絶対に小人を捕まえてみせます。ちょっと待って、マーライオンみたいの見つけた。いや、今日はいけんじゃないかな。勝ちゲーやぞ、勝ちゲー。いける。とりあえずここを探してみよう。そうしよう。しな金 TV。
イエーイ。皆さんこんにちは。本日も小人を探していきたいんですけど、本日は後楽園にやってきました。なぜ後楽園に来たかというと、後楽園はメリーゴーランドや観覧車とジェットコースターもあるんですよ。こんな楽しそうなところに小人がいないはずがないんですよ。それとなんといっても東京ドームがあって野球の試合が見れちゃうんですよね。だから今から後楽園を散策して小人を探していきたいと思います。頑張ります。小人を探し始めようとしたその時だった。え、ゴミが荒らされています。え、開始早々にゴミが荒らされています。なんか嫌な予感がしますね。これは嵐車、嵐車や、危なかったですね。嵐車は危険なんで逃げた方がいいですね。よいしょ。まずは聞き込み調査から始める。小人ってこの辺にいますか？東京ドームの中にいますよ。ダゴムシですか？小人はいますか？東京ドームの中にいました。東京ドームの中にいる。野球を見てるんですかね、小人は？ポップコーン盗んでる、はい、彼は有力な情報を手に入れた。今ポップコーンを盗むって言ってましたよね。もしかしたらあの小人かもしれませんね。仏赤羽、体長約25センチ、真っ赤な羽のトーチンで空を飛ぶことができる。額には肛門があり、姿を現すと良いことが起きると言われているが、めったに見ることができない小人。鳩と行動を共にし、鳩の餌が好物と言われている。詳しい生態は分かっていない非常に珍しい小人。ほら、ポップコーン食ってるもんな。ここが噂のシナキン TV。 イエイ。今から小人を探します。これ、すみません、これ小人ですか？これ野球やろうぜっていうやつですか？いいが出てます、ね、よく見た小人じゃないですね。なかなか小人がいませんね。小人を呼び込むスペシャルアイテムでも買いに行きましょう。彼が訪れたのはドン・キーホーテだった。彼はさっき会った少年の言葉を思い出していた。確かポップコーンを盗みに小人が来るって言ってましたよね。これでドームの中に入りたいと思います。ドームの中に入りました。すごい人で賑わっています。本日の試合はヤクルト対ジャイアンツですね。いろんな球団のグッズが売っています。欲しくなりますよね。見てください、すごい眺めです。早く野球の試合が見たくなりますよね。彼は何かを見つけたようだった。注がれているビールを見ていた。飲みたいな。ビールは一体いくらなんだろうかな。マジ？フリードリンク？その頃小人がドーム内に現れているのであった。ボールの中に隠れる小人、その名前はバイブスマダラ。体長約25センチ、公園や庭先に現れる。草食で特に薬草が好物。薬草を食べるとトーチンから煙を出す小人。音楽が好きで空き缶をドラムのように叩いたり、草笛で音を奏でたりする。トーチンをこすり特殊なノイズを出して
カラスなどの敵を追い払う温和な性格だが、怒ると怖い小人。なあ、野球の応援しているんかな。東京ドームの中にも小人がいなかったですね。扉に閉じ込められている女の人がいます。え、大丈夫これ？え、中は開かないみたいですね。え、大丈夫かなこれ。もしかしたらこのお化け屋敷に入ったら、あの女の人を助けられるかもしれません。彼は今日こんなことを語っていた。最近心霊系の動画を上げていないので、お化け屋敷とかあったら入ってみたいんですよね。もう昔になるんですけど、女の子と二人でお化け屋敷に行ったことがあるんですよね。そこのお化け屋敷は人が脅かしてくる系で、ちょっとびっくりして走って出口まで行っちゃったんですよね。外で一緒に入った女の子の悲鳴が中から聞こえてきて、俺は何をやってんだと今でもすごく後悔をしているんですよね。だからお化け屋敷に入って次はいいところを見せたいですね。そしてみんなに勇気を届けたいですね。今回の彼は何かが違った。助けたいですよね。うん、入ってみますかね。入りましょう。今回ばかりは彼を応援したい、そう思ったその時だった。ああ、幽霊出た幽霊出た、幽霊出た幽霊出た、その後彼は戻ってくることはなかった。後日彼に話を聞くことにした。あれはですね、お化けが怖いから帰ったわけじゃないんですよ。家の鍵をかけ忘れたっていうのを思い出して帰ったんですよね。家に帰って泥棒とかいたらそっちの方が怖いじゃないですか。だからお化けが怖くなって帰ったわけじゃないんですね。またしても言い訳をしているのであった。次お化け屋敷に入るチャンスがあったら逆にお化けを脅かしてやりますよ。そんなことより小人を捕まえてきてほしい、そう思った。明るいうちから閉まるシャッター街、テナント募集の数々、まだ新しい病院の移転、街での小人の目撃情報。視聴者から送られてきた小人の映像、それらが一体意味するものとは。こんなことになるんなら、こんなことになるんなら、シナキン TV、 イエイ。我々はある小人系 YouTuber から呼び出されていた。その男は川を見ながら待っていた。こんにちは、急に呼んでごめんね。今回は小人を捕まえるんじゃなくて退治しようと思ってます。アラシクロバネって言って気が荒くて乱暴な小人なんですけど、攻撃をしてくるらしいんですよ。だから街にいちゃ危険なんですよね。
だから退治をしたいと思います。嵐黒羽、体長約19から21センチ、郊外の雑木林など巣床にしている。夜行性で気が荒く乱暴な性格、頭鎮で空を飛び回り、町に来ては人にとって迷惑ごとをしでかす、何でも食べる雑食の小人。今回はとにかく危険なんですよ。どのくらい危険かっていうと、メントスを食べながらコーラを飲むぐらい危険なんですよ。今から嵐黒羽が撮影された場所に向かいたいと思います。嵐黒羽の映像がこちらです。不気味なように笑う顔が見えます。映像があった場所に来ています。新聞が汚く散らかされています。これは間違いなく嵐黒羽の仕業ですね。綺麗なものが大嫌いなので、きっと荒らしに来たんでしょう。すごい荒らされてたでしょ。こうやって物を荒らしていくんですよ。早く見つけて退治しないとね。人に危害が来る前に退治しないといけませんね。ちょっと見てください。これ鬼、鬼って書いてます。これはもう小人に近づいてるかもしれませんね。早く退治しなきゃいけませんね。早く。大変です。ゴリラがいました。ゴリラが、カラスとか黒猫とかそういったところに紛れているらしいんで、あのゴリラも怪しかったですね。我々は不思議な光景を目にする。閉まってるでしょ。まだ明るい時間なんですけど、お店がほとんどやってないんですよ。これはね、小人に備えてお店を今閉めてるに違いないですね。大変なものを見つけてしまいました。こちらです。人間が絵にされてしまいました。これもきっと小人の仕業です。それは突然やってくる。襲われてしまった。帰ろう帰ろう。小人を退治できなかった。今回もダメでした。またしても途中で帰るのであった。今回は退治できなかったけど、暗くなるとね、危ないので帰りたいと思います。次また機会があれば頑張ります。